No. Huh? No. そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ、体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。 とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ。待ってくれ。 無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。 リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。 巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。 知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。 リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。 リヴァイ班? こんなところにいるわけがない。 作戦企画室の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。 探してるんです。見かけませんでしたか。え、リヴァイ班は全然違うはずじゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。
ところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。インスやろう。ドラが消え。落ちた。狙い通り。ドラが。当然さ。助かったぜ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。相手する。巨人め、これ以上は行かせんぞ。また戦ってるよ。助けに行こう。狙い通り。リヴァイ班がどこにいるのか。早く情報を集めないと。あんなの容易だ。キュッ、まっ、狙い通り。ドライだ。無残だ。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか。急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。あの色は。助けに行かなきゃ。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか。狙い通り。なかなかやりますね。完璧だろ。おかげで突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。あんなの余裕さ。ごめん、巨人の討伐に手を貸してほしいんだ。寄り道している暇はないよ。早くリヴァイ班を探そう。無駄な。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。行ってやろう。狙い通り。なぜこんなに巨人が現れるんだ。いたよ。急いで助けよう。狙い通り。当然さ。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか。確証はないが、隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。今度こそ何か手がかりにつかめるといいんだけど。完璧だろ。
の人じゃないかな。狙い通り。離れたところを襲われちゃって、知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人、分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？分かりました、あとは頼みます。あの赤い円弾が見える？兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。捕らえた。救援要請ね、助けに行かないと。なかなかやりますね。私が拠点の設営なんて。おいお前、手伝ってくれ。捕らえた。狙い通り。落ちた。捕らえた。当然さ。完璧だろ。やれやれ、これで愛しのクリスタを探しに行けるぜ。救援要請ね、助けに行かないと。本当に知性のある巨人がエレンを狙っているのなら急がないと。行ってやろう。巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。ここに拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど、ねえ何をしているの。早く兵長に知らせに行こう。リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。
俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。今へ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。駆けるって一体どこまで？それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか？エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺には分かる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつらを信じるから。俺にはわからない。ずっとそうだ。自分の力を信じても信頼できる仲間の選択を信じても結果は誰にもわからなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。俺とは一旦別行動。
適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさか、あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。